社会人野球の祭典、都市対抗野球の短くて熱い夏、今年は今日が最終日、決勝戦を迎えました東京ドームです。今年の決勝戦は熊本大津町の本田熊本と、神奈川藤沢市のいすゞ自動車、この両チーム初めての決勝進出、初優勝をかけての戦いということになります。今日のゲームは新日鉄君津元監督の大竹敦義さんの解説でお送りしてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまでの勝ち上がりを見ると、まあ、打棒爆発で3割台のアベレージで勝ち進んできたいすゞと、ピッチャー中心に守って勝ってきた本田熊本という対照的なチームの対戦になりましたけど。そうですね、予選も本田技研の方は、接戦をものにしてきて、はい、投手力をですね中心に守ってきた、そのままの勢いでこの都市対抗もですね、はい、2回戦からずっとその接戦をものにしてきた、一方ですね、はい、いすゞ自動車の方は、オール神奈川のですね、はい、メンバーを擁して、ゴーダで勝ち、はい、またそのピッチングスタッフにも恵まれてですね、はい、ここまで順当な勝ち上がりをしてきましたね。そうですね、このいすゞ自動車の勝ち上がりを見てくると、サンワード貿易戦はコールドですし、昨日の NTT 東日本戦も9対2、金属バットの野球をまだやってるんじゃないかというような、そうですね、思いもするぐらい、はい、そういう対照的な両チームの対戦ということになりました。さて今日のこの決勝戦も、一塁側三塁側ともに、応援席レポートレポーターを配してお届けしてまいります。一塁側の本田熊本は宮原敦樹さんです。宮原さん。はい、一塁側です。大津町本田熊本を担当します宮原敦樹です、はい、もう大会3度目にして初の決勝戦進出、そして全ての試合に逆転勝ちをしているということで、波に乗っている本田熊本なんですが、応援団の皆さんもかなり盛り上がっています、はい、今日は地元熊本だけではなく全国の本田の各営業所などから昨日より2000人多い総勢およそ7000名の大応援団で駆けつけてくれています、はい、もうノリのいい応援歌盛りだくさんです。後ほどたっぷりお伝えします。はい、よろしくお願いします。両チームの選手が姿を現しました。ちょっと三塁側のレポーター待ってくださいね。両監督が今握手を交わしました。これからゲームが始まります。それでは三塁側、応援席レポーター、いすゞ自動車中岩寺香織さんです。中岩寺さん。はい、三塁側中岩寺です。まあ、初の決勝進出なんですけれども、本当の意味で泣いても笑ってもこれが最後の試合、キューブが決まっているいすゞ自動車です、はい、でもそんなことは関係ないと、まあ、選手監督をはじめこのスタンドのみんなも誰も口にしないんですね。でも優勝したい、や優勝するんだというその思いは本当に痛いほど伝わってきます。スタンドとグラウンド一体となったこの熱い思い、三塁側から伝えていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。という三塁側、今話にも出ましたが、いすゞ自動車は今年が最後の都市対抗です。伝統を誇るチームですが、最後の都市対抗で果たして初の黒字式獲得なるかという今日のゲームになります。一方の本田熊本の方はすでに本田のチームとしては、本田、鈴鹿、そして和光市の、まあ、本家本元の本田、いずれも優勝を飾っておりまして、3チーム体制、その3つ目の優勝なるか、兄弟揃っての優勝なるかというところになります。今日のゲームスターティングメンバーをまずご紹介することにしましょう。先行は本田熊本です。その本田熊本のスターティングメンバーです。昨日おとといあたりと全く変わりがありません。1番がライトの後藤です。2番セカンド金子、3番がショートの草野、4番がファースト浦野、5番指名打者石井、新日鉄八幡からの補強、6番がレフト今村、日産自動車九州からの補強、7番がセンター稲本、8番サード竹ヶ原、9番キャッチャー高井、日産自動車九州から補強、ピッチャーは奥本を立ててきました。藤沢市いすゞ自動車のマウンド上には今年入社しました社会人1年目酒井が上がっています。2回戦の JT 戦5回を投げてヒット3本、打者19人に対してご覧の成績、三振2つ四死球3つという内容で0点に抑えました。中2日明けての登板、自前のしかも、ルーキーの登板ということになります。三塁側は川崎大輔監督です。いすゞ自動車、最後の夏を率いて都市対抗優勝を狙っての決勝戦の戦いがこれから始まります。一塁側の本田熊本の先行です。大津町、
町の代表が優勝するというのも都市対抗ではもし勝てば初めてということになるわけですが、一塁側の応援、三塁側の伊豆自動車は藤沢市、もともと伊豆自動車は川崎市のチームとして1946年昭和21年戦後まもなく創部されまして、いきなりその年に都市対抗初出場、後に藤沢市に移っての神奈川の強豪として活躍してまいりましたが、今年が最後の都市対抗です。さてゲームが始まります。1回の表、本田熊本、トップバッターの後藤が左バッターボックスに入ります。チーム打率2割1分という本田熊本の中で、後藤はご覧のように3割3分3厘、北臨港の出身。さあ決勝戦ゲームが始まります。初球から打っていきました。三塁横のファールフライはファールになります。この後藤選手が大竹さん非常に元気なんですよね。そうですね、まあ、リードオフマン、はい、十分にですね、発揮しておりますよね、はい、初球ヒッティングというのが非常に積極性が目立つバッターボックスの後藤です。まあ、本田熊本は本当に少ないヒットをチャンスを結びつけて、点に結びつけて、まあ、勝ってきたわけですけども。そうですね、少ない失点と少ない得点ですね、いわゆる本田熊本の方もオール九州、今日もスターティングメンバーこれまでとほとんど変わりありませんが、この打球はライトの前に落ちました。先頭バッターの後藤がまずライト前のヒット、ノーアウトランナーが一塁です。やっぱりでも初めての決勝戦、それぞれに、まあ、本田熊本勝てば兄弟揃っての優勝になるわけですし、兄弟チーム揃っての優勝になるわけですし、伊豆は最後の夏の優勝をかけて、今までの戦いとはちょっと決勝戦でこう緊張感も違ってくるでしょうね。そうですね、今までは多分無欲の勝利がですね、この決勝までの進出になったと思いますけれども、いざとなってこの決勝戦ともなりますと、今度欲というものがですね、邪魔をしてくる、ことと思います。で多分ですね、そのいろいろなプレッシャーもかかってきたでしょうし、伊豆自動車の方は、本年で9部が決まっておりますから、みんなでやるのはこれが最後だという、その今まで強い気持ち1試合でも多くと思ったんでしょうけれども、いざこの決勝戦最後になりますと、感無量でですね、どうしてもその欲が出てくるんじゃないかと思います。まあ、木のバットになりまして、本田熊本ここまでは後攻めでずっと3試合戦って1点取られてから逆転というゲームが続いていたんですが、今日は先行ノーアウト1塁で1回の表、金子バントの構えから、これはフライになりました。ワンエンドワン。本田熊本の方はそういう意味では今日初めて先行で戦う、まあ、先制点の意味っていうのは、まあ、逆転で勝ってきた本田ですけれども、お互いよく分かってるでしょうしね。そうですね、初回もですね、中盤まで、0点ですね、得点が0点でずっと耐えて耐えて、終盤に逆転をして勝ったという、そういうゲームですけども、この試合初めてですね、初回にチャンスを迎えて、このバントが、セカンドがアウトで一塁はセーフです。送りバント失敗、今までの試合運びとちょっと違う、試合内容になってますよね。先に点を取りに行くという野球1回の表ですが、金子のバントがピッチャーの正面、緊張感のある中で社会人1年目の酒井がこれをさばきました。ピッチャーの酒井が2塁へ放って、ファーストランナーがフォースアウト、ワンアウトランナーが1塁と変わりました。これでアウト取ったことで酒井投手の気持ちがどう変わってくるんですね。そうですね、最初のワンアウトっていうのがですね、ピッチャーはやはり一番欲しいアウトで、それをいい形でですね、セカンドで封殺できた、これをこのムードをですね、で投げていきたいところですよね、ピッチャーは酒井、バッターボックスには3番の草野を迎えています。準々決勝でホームランを1本打っています。3番の草野、今年が社会人8年目ですが、本田熊本に移ってきたのは今年、これまでは NTT の選手として、まず NTT 東京で4年、そして NTT 九州野球クラブで1年やっていました。草野を迎えているマウンド上のピッチャーの酒井、打ち上げてレフトへのフライです。手を挙げています。レフトは山崎、ツーアウトになりました。4番
おとといのホームラン、その後ちょっと引っ張るバッティングが続いていた草野ですが、ここではレフトへ、しかし打ち上げてレフトフライ、これで2アウト。4番の浦野がこれから入ります。バッターの浦野はチーム早抜き14年目のベテランです。まだ今大会のヒットは1本。マウンドで今酒井がスパイクの紐を締め直しています。ちょっとタイムがかかりました。得点圏のランナーを置いて先制点を取りに行った、そういう作戦を取りに行った本田ですが、送りバント失敗で一塁には金子が残っています。5番の浦野、ストレートは141キロ。いすゞのピッチャーは東芝から補強の千葉あるいは友田、こういったところの活躍も、須田、こういったところの活躍もありまして、あと新日本石油からの補強の友田の活躍もありまして、オール神奈川という投手陣なんですが、その中で今日はこの酒井、自前の自チームのルーキーが先発です。バッターボックスの浦野をツーナッシングと追い込んでいます。今度が3つ目、これは切れていきます。ファールボール、ツーナッシングも変わりません。この後の本田熊本としては石井が昨日いい感じでヒットを打っているので、浦野がつなげると面白くなる。ね、そうですね、予選はやはり4番の活躍をして、はい、大当たりだったようですけれども、ここでですね、次のバッター、当たってる石井にですね、はい、どうしてもつなげたい、ところですよね。ただピッチャーは追い込んでいます。ツーナッシングで4球目、外へ1つ外しました。ツーラン。ピッチャーがこの専修大学出身の酒井、そしてキャッチャーは明治出身8年目ベテランの松本がマスクをかぶっています。これがキャッチャーの松本。ツーエンドワン、今度は5球目、バッターボックスは浦野、熊本鎮西高校の出身、地元の生え抜きです。中途半端なバッティングになりました。セカンドゴロ、さばいたセカンドの長谷田がベテラン一塁に送りました。1回の表、本田熊本の攻撃、このピッチャーの酒井が0点に抑えています。1回の表ゼロでのスタートになりました。決勝戦が始まりました。1回の表の本田熊本の攻撃は無得点。これから1回の裏、藤沢市いすゞ自動車の攻撃になります。いすゞのスターティングメンバーです。こちらも打撃好調ということで、ほとんどこれまでの戦いと変わりがありません。1番がライト中村、2番センター佐々木、3番ショート藤沢、4番がファーストの西郷、三菱ふそう川崎からの補強選手、5番が指名打者の佐伯、6番セカンド長谷高、7番レフト山崎、8番サード川野、9番がキャッチャーの松本。酒井投手、専修大学出身のルーキーが1回の表を0点に抑えました。本田熊本ですが、マウンド上のピッチャーは奥本。ご覧のように熊本工業から熊本工業大学ということで、熊本の地元早抜きの5年目です。準々決勝の NKK 戦で先発をして8回3分の1、打者36人、打たれたヒット9本、四死球が3つ、三振3つ、3失点で抑えて、勝利に貢献しています奥本。まあ伊豆自動車に左バッターが上位に並んでるんで、左が来るのかなと思ってたんですが、その左はこのところちょっと使ってますんで。そうですね、ここまで昨日も先発が左投手で、今日も左投手がですね、はい、先発するのかなと思ってたんですけど、そういうその危険をですね、はい、体力を使わせないように、満を持して、はい、奥本君の先発だと思います。はい、ということはその上位の左バッター、当たっているだけにこれをどう抑えるかという、これ全てにかかってきますね。そうですね、5年目マウンド上に奥本が上がって、これから1回の裏、藤沢市いすゞ自動車の攻撃が始まります。トップバッターは中村です。近畿大学の出身、4年目、2割5分という打率です。
初球を打ってきましたがファーストの正面、浦野がさばいてワンアウトになりました。ともにトップバッターが初球から打っていこうという姿勢を見せて積極的なバッティング。いすゞのトップ中村はファーストゴロに倒れました。ワンアウト。バッターボックスには2番の佐々木が入ります。14年目久留米商業の出身。準々決勝戦で投げていますので中1日ということになります。マウンド上のピッチャーの奥本、ボール3つ、ノースリー。トップの中村が初球から打っていったのとは対照的に2番の佐々木はじっくりボールを見ています。ノースリーになりました。キャッチャーの高井のリード、低め外れてフォアボールです。ワンアウトランナーが一塁です。いや佐々木は際どいところ全く手を出す気配がありませんでした。そうですね、はい、1球目と今の最後の4球目、これはあの打つ気であれば、はい、自分のストライクゾーンの球だと思いますけど、先頭バッターの中村君が初球を打ったのに対して、ストレートのフォアボール、はい、これはあのキャッチャーとしてもど真ん中でいいから投げてこいという配球だったとは思うんですけど、ちょっと思ったところにボールがいかなかったんですね、はい、そして2番の佐々木が出てバッターボックスは3番の藤沢当たっています。法政出身、今年が7年目。こうしてみると2番の佐々木もそれから3番の藤沢も九州の出身選手ではありますが、今日は伊豆自動車の中心選手、九州のチームと対戦しての決勝戦。ワンアウトランナー一塁です。ボール1から投球2球目、ファーストランナーの動きも気になるところです。変化球でストライクを取りました。川崎監督は広島の出身です。今年が監督就任2年目。こうね、この大会はこういうワンアウトのランナーどうやって進めて仕掛けてくるかっていうところが一つポイントですが、そうですね、次の西郷君が非常に当たってますし、藤沢君は昨日も3本もヒット打ってですね、波に乗ってますので、この3番4番で、得点をしたい、先制をしたいところですよね、はい、今のところこうじっくり打たせるような感じですね。そうですね、カーブ2つで2エンド1、この後には西郷が控えています。外、ファウルです。これはもうピッチャーの奥本としては振らせる球を投げてきたんですが、藤沢はかろうじてバットに当てました。ファウルボール。あれをファウルされてもやっぱりキャッチャーとしては要求していかなきゃいけない球ですか。そうですね、今のは、まあ、低めのボール球ですけども、よくバットに当てましたね、もう一つキャッチャー外、中へ少し入ってきた、左中間へ打球が伸びていきましたがセンター追いついた。源が追いついています。ファーストランナー戻ります。一瞬どうかというあたりでした。そうですね、ちょっとバットの先でしたね、その前の球がもうボール球だっただけに、今の球は藤沢君完全にそのヒットできる球に見えたと思うんですけど、ほんのちょっとだけバットの先っぽであったと、惜しい当たりですよね、2アウトになりました。2アウトランナー1塁で打席には西郷、ホームランも1本あります。14打数で5安打。伊豆自動車は準々決勝サンワード貿易戦がコールド勝ち、昨日ももうちょっとでコールドになるかというようなゲーム、 NTT 東日本戦序盤で大量点というゲームが2試合続いています。
そこをですから奥本投手が抑えるかどうかっていうところなんですけどね。そうですね、余計なその神経をですね、相当使わないといけない、もう体力的にも、だいぶ消耗しているところへ、精神的にまたその襲いかかる、これをいかにですね、克服するか、これはあの相当な精神力だと思いますね。さあ西郷がライトスタンドへ持っていきました。先制ツーラン、大会30号、伊豆自動車4番の西郷に今大会2本目、ライナーで放り込みました。先制点は伊豆に今日も入りました。2対0です。ノーツーからの3球目、もうとにかく思い切って振ることだけ考えてたような感じです。そうですね、一番、西郷君の、好きなところへ、投げてしまいましたね、完璧な当たり、西郷のツーランホームランです。2対0と伊豆自動車がホームランでリードを奪いました。そしてその後の才木の打球はピッチャーゴロ、一塁へ送りました。ピッチャーの奥本、スリーアウトになりました。しかし1回の裏、4番西郷、三菱ふそう川崎からの補強選手、先制のツーランホームラン、伊豆自動車が2点をリードしました。伊豆自動車に2点が入りました。西郷のツーランホームランです。完璧なホームラン、ライトスタンドに放り込みました。もう一度見ましょう。もうこれは木のバットどうこうというものではありません。素晴らしいホームランでした。2点を伊豆自動車がリード。さあこれから2回の表、本田久保との攻撃ですが、補強の石井です。新鉄八幡からの補強選手、これまでの本田熊本は先制点を許しても1点というところで、それをひっくり返してきての勝利だったわけですが、今日はいきなり2点を許してしまいました。これでまあ、むしろ開き直れるかどうかというところですよね。そうですね、試合の展開という意味では、中盤まで0対0、0対1と、それを最小失点をですね、なんとかこう追いつくように、今まで試合を運んできたんですけど、こう2点を取られますと、気持ち的に今日はまあ打ち合いになるかなと、今まであまり打てなかった打線がですね、今日は打ち合いになれば、決勝戦として面白いなと、監督さん思われてるんじゃないかと思いますね。この 1.67 という防御率、打率が2割1分、これまでの、試合で打ったヒットの数も合わせて17本、3試合で17本です。一二塁間セカンド飛びつきましたが、その先石井がヒットを打ちました。ランナー一塁ノーアウト。一方の伊豆自動車の方は、全試合2桁安打ということですから、まあ、打ち合いになったら伊豆なのかなというところですけども、でもこの本田熊本の方も今打った石井、10年目の新日鉄八幡からの補強、そしてこの後日産自動車九州から補強の今村、13年目、まあ、ベテランの強打を誇るバッターも並んでますんで、爆発しないとも限らないですからね。そうですね、まあ、今まで苦しんできただけに、打線の奮起をですね、たまには期待したいと、いうところだと思います、今村が入ります。31歳のベテラン、13年目、日産自動車九州からの補強選手です。昨日からこの前を今ヒットを打った石井が当たり始めました。つながればというところですが、まずバントで来る。ピッチャーの前、打球が止まります。キャッチャーが取って一塁へ、送りバント成功。ここは送ってまず1点差詰めてという、ほぐして、そういう作戦を山本監督が取ってきました。今年の人工芝、打球が落ちたところで勢いが殺されて、あの弾み方だと今までの人工芝だと切れてたかもしれないですね。そうですね、今までの人工芝の毛がだいぶ薄かったですから、今まででしたら切れてたでしょうけども、今年の人工芝は非常に内野手も守りやすい、でその毛がふさふさしている、
その今の打球が止まるような打球がですね、ちょうど止まってしまったんでしょうね、はい、ひとまずここはしかし送りバントという作戦で手堅く来ました山本監督。そしてまだ今大会ヒットがないキャプテンの稲本です。あくまでも今までの野球を貫き通すという、はい、2点差で負けてますけれども、まずは1点という手堅い攻撃ですよね、はい、そうですね。稲本の打球はセカンドの後方センターの前突っ込んでくる。これはセンターが取りました。そしてセカンドもダブルプレーです。センターの佐々木好プレー、セカンドベースへの返球、これは一瞬どうかなという際どいタイミングでしたが二塁塁審アウトのコール。もう一度見てみましょう。ハーフウェイにいた石、これなら戻れるという位置にはいました。そしてこのセンターダイビングキャッチ佐々木、ボールがセカンドに来てショートがベースカバーに入りました。ダブルプレー、このダイビングキャッチは見事です。そして素早くセカンドに送りました。ダブルプレーで一瞬にして2回の表得点ゼロに終わりました。本田熊本2対0で五十鈴がリードしています。2回の裏三鈴自動車の攻撃です。この回の先頭バッターは長谷高、12年目のベテランです。長谷高がバッターボックスに入っています。4割1分7厘と当たっています。明徳義塾から専修大学、34歳、高知県民で今年12年目というバッターボックスの長谷高。今日は試合前に、両チームの選手がそれぞれ一塁側と三塁側、ラインのところに並んで、そして、それぞれの応援団席に向かいまして、で場内でスターティングメンバーの紹介があって、それぞれ紹介された選手が帽子を取ってスタンドに向かって挨拶というシーンがあったんですが、この長谷高がなんかこう感無量というような表情をしてたのが印象的でした。まあ、まともに見れなかった、目頭をですね、はい、熱くした選手のように見えましたね、はい。まあ、12年やってきて今年9部ということで最後の都市対抗、それだけにこの大会この試合にかける思いは大きいでしょう。バッターボックスの長谷高、ワンスリーというカウントになりました。もうこれあの五十鈴でチームが出られなくても補強されて都市対抗とか何でも経験している選手ですけどね、ワンスリー5球目自チームで出てきました。ピッチャー返しの打球センター前、今大会6本目のヒットを放ちました長谷高、ノーアウトランナーが一塁です。でもちゃんと出ていったらこうやってヒットを打つところはベテランです。気持ちがですね、相当高まってますから、はいはい、今のヒットは気持ちで打ったヒットだと思いますね、はい。さあこれで流れは今のところ圧倒的に五十鈴自動車、内野陣が集まった本田熊本ですが、この2回表にあのチャンスで取れなかっただけにこの攻防は大きいですね。そうですね、まあ、初戦の大阪ガスからですね、はい、こうしてそのほとんど試合をですね、はい、流れを相手に渡さないで、もう傘にかかってですね、はい、どん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 攻める、この試合内容試合展開というのは、はい、5試合目にしてまだ、はあはあ、この勢いをですね、保って、どん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 襲いかかってますよね、はい。バッターボックス山崎はノーアウト一塁でちょっとバントの構えをしています。このバッターも下位打線ですが当たっています。今年6年目、まあ、神奈川のチーム、これまでには日赤、日本赤、そして日本交換、東芝、日産自動車、三菱自動車と優勝してるんですが、果たして神奈川勢6チーム目の優勝チームとなるかというこの五十鈴自動車。神奈川のチームが勝つ時の決勝戦というのは本当にこれでもかっていう試合しますからね。そうですね、ラインエンドワン、三塁側のスタンドも徐々に応援団が詰めかけています。バッターは山崎、6年目、1
塁へもう一つ牽制球を投げましたピッチャーの奥本。下位打線はずっと右です。長谷高、山崎、川野、松本と右が続きます。バッターは7番の山崎。バントです。一塁線、この打球は切れました。これで2エンド1。送りたかったところがカウントがこれで2-1になりました。先に2点取っているいすゞ自動車。ここでも川崎監督のサインは変わらないのかどうか。ノーアウト一塁。もう一度出方を伺うような感じですが、スリーバントもありそうな雰囲気ですか。そうですね、どうしてもこの流れを止めたくない、はい、渡したくない、これは送りバント、スリーバント。あ、取ってきた。お、これは空振り。あんまり気のないスイングでしたね。これこう今こういう攻撃をしていると、反撃のですね、はいはい、その流れをですね、相手に渡すようなことになりますから、またその気のないスイング、はい、先ほどの長谷田君が気持ちで打ったヒットとは相反してですね、ちょっと周りから見ても納得いかない攻撃だったと思いますね、はい、その後のフォローどうでしょう。バッターボックスには川野。ワンアウトランナー一塁。今度はファーストランナーの動きが気になるところです。ピッチャーは奥本。粘り強い投球があの NKK 戦では見られましたが、今日はどうでしょうか。福岡大学の出身、柳川高校から福岡大学ですから、この選手も九州出身ということになります。結構その九州出身の選手が多い石津自動車。打ってきてファールです。ワンエンドワン。ファーストにランナーを置いています。2回の裏の伊豆自動車の攻撃。ピッチャーの上、ショート、これはセカンドは無理です。一塁へ。内野の守りは非常にいい本田熊本。これはダブルプレーは取れませんでした。ショートは草野。落ちる球です。この本田熊本の内野手の守りというのは見てると気持ちがいいんですけどね。そうですね、どうしても点をやらない、はい、守るんだという、気持ちがですね、はい、この内野手全員持ってますよね、はい、松本です。ツーアウト二塁になりました。9番キャッチャーの松本は明治出身の8年目。セカンドにランナーを置いています。このランナー帰るとみすゞにさらにこう流れが傾きます。ここがゼロだとまだわからないというような感じの序盤になります。ファールボール2-1。結構癖のある球を投げてるってことですかね。そうですね、低めに今まだ球が集まってますよね、最後奥に投げた、はい、1球だけが、甘く入った、はい、打った西郷君がよく打ったんでしょうけども、ピッチャーとしてみたら、はい、低めに球がいってる、まだ納得がいってると思うんですけどね。ツーアウト追い込んでいます。打球を足に当てた松本、一旦打席の後方で今素振り。ランナーは二塁ツーアウト。追い込んでいるピッチャーの奥本。キャッチャーの高井のリードは
ゾーンを広くということですが、外の球見ました。4球、5球目になります。セカンドランナーは長谷高、改めてサインを今出しています。キャッチャーの高井です。外の球打たせました。セカンドです。下がって金子、スリーアウト。2回の裏は五十路自動車ノーアウトのランナー、しかし得点にならず、2回を終わって2対0で五十路自動車が2点をリードしています。さあ、この守りでどうやらこうリズムをつかんだかというピッチャーの奥本。これから本田熊本の方が3回の表の攻撃に入ります。それでは応援席レポート、一塁側、本田熊本の方から参りましょうか。いや、三塁側伊豆自動車の方から行きましょうか。中元寺さんですね、お願いします。はい、こちら三塁側ですけれども、今日先発のルーキー酒井投手のご家族にお越しいただきました。はい、こんにちは。お父様お母様そしてご兄弟の皆さんなんですけれどもね、今日はルーキーながらにもこんな晴れの舞台での先発、ご覧になっていかがですか。非常に嬉しいです。生きてる喜びを感じます。はい、お母様、息子さんはどんな息子さんなんですか、普段。そう、どんな息子、あんまりうちにいないもんでして、大学は寮に入っちゃって、もう本当に年に何回しか帰ってこないんでね、でも帰ってくると一つずつ大人になったかなっていう気持ちはあります。でまあ、今日も、ね、本当に立派にマウンドで投げているんですけれども、今日そんな酒井選手がですね、試合前に監督から今日は何の日だと聞かれたら、真っ先にですね、お母ちゃんの誕生日だって言ったんですよ。私はね、今日は優勝する日だとか決勝戦の日だって言うと思ったんですが、お母様はなんか普段ドキドキしてあんまりこう優勝を見られないということですが。そうですね、もう行ったり来たりしてるだけですね。ね、そんな酒井投手から伝言で、今日は勝利投手の権利を得ます5回までもう絶対投げるから席を立たずに見てくれということなんですよ。そうですか、0点に抑えてくれればいいんですけどね。まあ、そんなね、酒井投手、本当にお母様にもね、素敵なプレゼントを送ってくれると思いますが、じゃあお父様からも最後にメッセージをお願いします。死ぬ気で頑張ってください。そして優勝ということですね。はい、こちらはですね、これからも好投を続けてくれるでしょう、酒井投手のご家族でした。はい、三塁側の伊豆自動車の応援席、酒井投手のご両親に出ていただきました。その酒井、1回2回を0点に抑えています。3回のピッチング、竹ヶ原を迎えています。ボールカウントがワンツーになりました。どうでしょう大竹さん、酒井投手のピッチングですが。そうですね、チームメイトに、はい、やはりベテランのピッチャーがですね、満を持して、はい、待ってくれてますから、思う存分ですね、はい、今自分の持ってるものをすべてマウンドで出してますよね。はい、まあ、本人その5回までというふうに言ってるようですけども、とにかくちょっとこう酒井投手が危なくなったらすぐ変えられるだけの投手陣は豊富に揃ってますから、そうですね、行けるところまで行けるところまで行けという指示だと思います。その5回6回というのは積み重ねのイニングになる でしょうし、とにかくみんなからですね、はい、自分のチームで行くんだというそのチームメイトと、それと神奈川県の代表ということで、都市対抗で優勝した経験を持った、はい、投手がずらりとベンチにいますから、まあ肩をポンポンと叩かれている、頑張ってこいと、はい、まあ、この回3回目だ4回目だと、後押しされて出てきていると思います。はい、セカンド横追いついた。これもベテラン長谷高の執念、ファールフライを掴んでワンアウトになりました。竹ヶ原のこの打球、難しいところです。
セカンド、ファースト、ライトの間ですが最後まで目を離しませんでした。長谷田が追いついています。ファインプレーですよ ね、 そうですね。取れなくても一つのファールですが、しかし執念で追いついてワンアウトを取りました。バッターボックスには9番の高井です。もうでも三塁側のダッグアウトの横ですが、さっきご覧いただきましたが須田投手、東芝から補強のベテランの須田が投球練習をしています。いつでも行けるぞと、そういう雰囲気です。そうですね、はい、その相手をしてますのがやはり都市対抗の優勝経験の千葉投手ですよね。高井が今ライト前にヒットを打ちました。これが3本目、毎回のヒットではあります。本田熊本、1番の後藤、それから5番を打ちます石井、9番の高井と今ヒットを打って、これは面白い場面です。ワンアウト1塁で当たっている後藤に回りました。本田熊本毎回安打3本目。3回の表ワンアウトランナーが1塁で、1番の後藤は最初の打席にもう今日は1本ヒットを打っています。とにかく初球から打ってくるバッターだけに初球要注意です。打ってきました、左中間への打球です。ショートの後方追いついた。ファーストランナーが大きなリードですが、ボールは戻ってきたボールがちょっとホームプレート寄りにそれました。ここも初球から来た後藤ですが、ショートへのフライです。今の本当に難しい打球なんですけども、レフトをですね、はい、見ながら配送し、はい、うまく取りましたよね、はい、ショートの藤沢の好プレーです。フライに対する守備、なかなかこれは見せます。この宇都宮自動車、打席には金子、変化球は思いとどまりました。バットボールワンです。2点リードされている本田熊本、3回の表、まあ、この金子君に本来の当たりが出ればですね、3番の草野君が長打力がありますし、はい、またその4番の浦野君にまた当たりが戻ってくると、本当は打線につながりが出るんでしょうけど、ね、はい、左中間へ打球を飛ばした。センターが追いつくか、追いついた。フライが上がるとそれほどの勢いになりません。各選手の打球、本田熊本センターの佐々木追いついて3アウト、3回を0で抑えたピッチャーの酒井。3回の表まで終わって2対0で伊豆自動車が2点をリードしている決勝戦です。続いて今度は応援席レポートは、今攻撃を終わりました本田熊本一塁側、宮原敦樹さんです。宮原さんお願いします。はい、2点は先制されてしまったんですが、これからが本田熊本のパワー全開です。さあ、それではこちらには先発しています奥本投手のご家族、そして、お姉様にお越しいただいています。こんにちは。さあ、2点先制されてしまったんですが、取っても取り返すという持ち味でこれから大丈夫ですよね。そうですね、なんとかバックを信じて頑張っていただきたいと思いますけど、まあ、今日はちょっと初っ端打たれましたからちょっと心配はしていますが、まあ、なんとか頑張ってくれると思いますけど、はい、さあ、そしてここまでの奥本投手のピッチングご覧になっていかがですか。そうですね、もうしっかり頑張っていると思います。そしてお姉様、試合前に何かお話になったということなんですが、どんなお話でした。いや、もし登板になってももうバックがいるからね、絶対頑張んなせよって言って、普段通りの野球をしてねって頑張ってエールを送りました。そしたら何て言ってくれました。やるだけやってみばいって。落ち着いてらっしゃるんですね。奥本投手、普段はどんなお子さんなんでしょうか。そうですね、負けん気は強いようですけど、それが表に出ないんですけど、もうしっかり、いつも頑張ってます。さあ、それでは熊本弁でチームのみんなにエールをお願いします。はい、ナイスさん頑張りましょう。はい、元気のいい一塁側でした。はい、宮原さんの一塁側へのレポートは
やはりこちらも奥本投手のご両親そしてお姉さんというインタビューでしたが、郷土色あふれる一塁側からのレポートになりました。ゲームはその奥本投手が3回の裏のピッチングを始めています。中村です、トップバッター。この回は1番から始まっています。いすゞ自動車の高田純ですが、今のインタビューにもありましたけども、奥本投手負けん気の強さがなかなか表に出てこないっていうところですが、その辺はあのピッチャーとしては冷静な表情で、投手を内に秘めてるっていうところがあればね、十分ですからね。そうですね、1回に西郷にツーランホームランを打たれましたが、その後粘り強く今抑えていますが、3回は1番からの打順、1人ランナーを出すともう一度その西郷に回ってきます。上位には左が並んでいるいすゞの打線、打ち上げました。レフトです、あらかじめ左寄り。この外野手が非常に相手のボールの飛んでくる方向をよく読んで、それなりの守備位置を取っている。これも本田熊本ここまでの守りの硬さにつながっています。ワンアウトになりました。バッターが2番の佐々木、最初の打席この佐々木のフォアボールがその後の西郷のホームランを呼び込んでいます。初球を打ってきました。セカンドライナーはおっと弾いて取れません。一旦グラブに当たりました。タイミングを図ってジャンプして取ろうとしたんですが、セカンドの金子、ちょっとあの手首に近い方に当たったんでしょうかね。土手ですね、あの長谷孝君が新人のピッチャーをですね、はい、守備であの盛り上げて、盛り立てている一方ですね、はい、ちょっとバッティングが不調なだけに、金子君ちょっと土手に当ててしまいましたね、はい、記録はエラーとなりまして、ランナー一塁、バッターは藤沢、上位打線のところで一人またランナーが出ました。攻撃面ではベテランがこう流れを作ってますね。そうですね、14年目の佐々木が今日はラッキーボール、フォアボールとエラーで2度出塁。バッターボックスは3番の藤沢です。最初の打席はセンターフライ、まあ、先ほど負けん気が表に出ないというコメントがありましたけれども、やはりあのいいピッチャーの要素っていうのは、我慢をですね、ができるかどうか、例えば今のエラーで、そのバックのですね、守りのミスから、その冷静さを失ってしまって連打を浴びるというピッチャーのタイプですね、これは良くないですよね、冷静ですよね、ダブルプレーに取りました。これは見事、お父さんも喜びです。さあこの守りの流れが攻撃の方につながるか。3回の裏いすゞ自動車0点で3回終わりました。2対0いすゞのリードが続きます。一塁側熊本大津町の代表本田熊本、本田のチームとしてはまず鈴鹿の今本田鈴鹿になっていますが、当時本田技研鈴鹿が94年平成6年の65回大会に優勝、そして本家の埼玉和光市の本田技研現在の本田ですが、その2年後1996年の平成8年67回大会で優勝しています。本田熊本は1981年の創部、今年が3回目の都市対抗、初勝利を挙げてその勢いに乗って決勝進出。3チーム体制の本田兄弟チーム揃っての優勝なるかという今日のゲーム、2点リードされていますが、4回の表の攻撃3番の草野から始まっています。ここは高田純です。その本田の会社総力を挙げての一塁側の応援です。九州勢としましてはこのところは91年の62回大会、そして3年前の99年の70回大会、三菱重工長崎が準優勝していますが、しばらく九州勢の優勝はありません。今年九州勢優勝ということになりますと、1954年昭和29年の25回大会、八幡市の八幡製鉄、現在の北九州市新日鉄八幡が優勝して以来48年ぶりということになるわけですが、さあこの打球は
高く上がってセンターへ伸びていく伸びていくセンターオーバーワンバウンド、センターがこのボールを取って内野に返しましたがツーベース、ノーアウトランナー二塁、さあ先頭バッターにツーベースヒットが出ました本田熊本。今日の試合は新日鉄君津元監督の大竹康則さんの解説でお送りしていますが、2点取られたんですがしのいできているというこのゲーム展開は本田熊本ですか。そうですね、西郷君のホームラン一発でですね、はい、ピンチを 何度かしのいできました。この試合展開こそですね、はい、本田技研熊本の、試合運びだと思います。はい、一方ですね、やはり次の1点、本田が1点を取って2対1にするのか、はい、鈴がですね、はい、藤沢氏が1点を取って、はい、またまたその一方的な試合になっていくのか、次の1点どちらが取るかということでこの試合内容がですね、はい、大きく変わってくると思いますね。はい、ここはノーアウト2塁、4番の浦野、山本監督のサインはどうでしょうか。バントもあるんでしょうか。あくまでもこういう野球で積み重ねて、まあ、そういう野球ができる今のところ点差でねしのいでますからね。そうですね、ここはどっちも考えられます。バッター4番の浦野、この後の石井は立っています。打ってきたピッチャーゴロだ、セカンドランナーはそのまま一塁へ、あ無理してなんとか右方向をというようなところだったかもしれませんがピッチャーゴロに終わりました。あくまでも4番の浦野君、強打でですね、はい、なんとかしてくれというその監督の思いであったんでしょうけど、はい、右狙いという意識はあったようですね。まあ、バントの構えをしながら、バッテリーのですね、心理作戦をですね、バントするぞと、甘い球を投げさせるような、いかにもですね、はい、そのようなポーズを取ったんですけど、はい、ワンアウト二塁、ランナーはそのままで当たっている石井、143キロが来ましたピッチャーの酒井。今日は応援席レポートは両チームともに先発ピッチャーのご両親、インタビューでしたが、もうそのご両親からするとハラハラするような展開が続いています。マウンド上のピッチャーは今年社会人1年目専修大学出身の酒井、ここまでよく投げています。毎回ヒットを打たれながら点は許していません。石井に対してはノーツー。だいぶここはその昨日あたりから当たりの出ている石井にバッテリーが慎重になっています。そうですね、セカンドランナー草野を置いています。外いっぱい、まあ、ここは一塁が空いているという気持ちはですね、全くなくですね、これはもう全力でこの石井君を打ち取りに行く、まあ、1球2球のボールっていうのも当たっているバッターを打たせないためのこう慎重な配球と、ね、はい、まあ多分データがですね、インサイドよりアウトコース、はい、に弱点があるんじゃないかということで、今アウトコースをですね、100% の力で抑えに行ってますね、はい。ここも外へキャッチャーが構えます。4球目いいコースです。少し球速を抑えて139キロ、抑えを効かせて低めに投げました。2エンド2、二塁にはランナー草野が出ています。バッターは石井、2-3。さあ、
2-3 になっての6球目。ここまで全部ボールは外。高めのボールでファウルです。141キロが今出ていました。まだ相当ストレートには自信があるようですね。そうですね、まあ、藤沢市の方も、はい、本田技研熊本の方をですね、1番3番5番を徹底マーク、今配球だと思います、はい、で特にこの石君ですね、慎重になってますよね、はい、7球目落とした。最後に変化球を使ってきました。真ん中から落としてフォークボールですね、ナイスボールですね、はい、これは石井三振で2アウト。あとに控えるピッチャーはオール神奈川、東芝、そして新日本石油から補強のピッチャーがずらりと名を連ねている伊豆自動車ですが、今年入社の酒井がそのリリーフを仰がなくてもいいぞというような気迫あふれるピッチングでここまで抑えています。2アウトランナー2塁で今村。日産自動車九州から補強13年目、こちらは本田熊本オール九州の打線が続きます。欲しい本田熊本、1回から4回まで毎回ヒットは出ていますが2本でタイミングがありません。これも落とした。ツーアン。今度の球が50球目というピッチャーの酒井。4回の途中です。セカンドの草野は釘付けになってます。ノーアウトで出ましたが、村の石井と凡退。今村のカウントも2エンド1。よく選んだ2エンド2。でもここでのコントロールというのはもうあのキャッチャーの大体要求通りの、そうですね、素晴らしい球ですよね、はい、もうやはりキャッチャーがですね、ピッチャーをリードする、はい、そのためにもサイン通りの近くに球を投げる、この新人らしからぬですね、はい、素晴らしい球を投げ込んでますよね、はい。2-3。キャッチャーも縦に首を振りましたけど、はいはい、そのサインの近くへ、決め球と今のは決めに行った球ですけど、はいはい、近くへ投げてますから、いいぞいいぞと、はい、その調子で来いという、うん、その、まあ、形になっていくんですよね、はい。まあ、あれだったらまだ次の球のこう組み立てもできるわけですね、逆球が来るようになってくると、リードも何もなくなってしまうんですけど、はいはい、今のは納得できる球なんですよね、そして6球目、待つ今村、三振。このピンチで石井今村、大ベテランを三振に切って取りました。ルーキーの酒井、見事なピッチングでピンチを切り抜けました。これで今度は流れは伊豆に来るんでしょうか。2対0伊豆自動車がリードしています。4回の裏、伊豆自動車の攻撃が4番
2対0で伊豆自動車が2点のリード。4回の裏、西郷からの打順です。伊豆津、その先制のツーランホームランをご覧いただきましょう。1回、奥本投手がノーツーから投げた球、ものの見事に捉えまして、先制のツーランホームラン、今大会2本目、大会通算30号。この得点2点を今のところ坂井投手が守って、伊豆自動車がリードしています。三菱地所笠木からの補強選手、西郷。4回の裏、2巡目が回ってきて、奥本もかなり警戒しています。ノーツー。セカンドには大分ハーキュリーズ、元の新日鉄大分ですが、その大分ハーキュリーズから補強の日名子が入りました。金子に代わって日名子です。緩いカーブを使ってきました。ワンツーです。スイングは取りません。ワンスリー。まあ、奥本君もあれですよね、はい、初回の西郷君、2回の長谷坂君ですね、まだヒット2本しか打たれてないんですよね。はい、ここまで2桁安打、4試合勝ち上がってきた伊豆自動車に対して、3回まで打たれたヒット2本、ここも 2-3 まで持ってきました。ピッチャー返しの打球、痛烈、ショートの右を破りました。最後、今日2本目のヒット、当たってますね。センター前に弾き返して、ランナーが一塁に出たところで、ノーアウト一塁で今山本監督がマウンドに向かっています。これが3本目のヒット、西郷はこれが2本目。ノーアウト一塁で、この後が佐伯、長谷高、山崎。山本監督はここの決断は続投、まだマウンド上の奥本への信頼感が揺らいでいないということでしょう。そこで2点リードの伊豆自動車、左の佐伯どう攻めてくるでしょうか。2割6分7厘、熊本工業大学出身ということですので、マウンド上の奥本の1年先輩に当たります。今初球をバッテリーが見ましたね、バントで送ってくるのか、はい、ヒッティングでくるのか、ここは冷静な判断ですよね、はい、今のところバントの気配がないこの構えです。佐伯打ってきた、ファーストの横、ライトの右、一塁ランナー二塁ストップ。二塁一塁ノーアウト。少し中へ入ってきてるんでしょうかね。そうですね、藤沢市のバッターが、アウトコース中心のその配球にですね、はい、全てのバッターが踏み込んでますよね。その踏み込むバッティングをさせないように、もっとインサイドをですね、うん、攻めるなり、ちょっと配球を変えていかないとですね、もう20目になってきましたから、ちょっと考えた方がいいんじゃないかと思いますね、はい、さて長谷高です。最初の打席ヒットですが、ここはノーアウト二塁一塁という場面、2点リードして4回、バントだと思いますね。バントできた、ピッチャーの前、奥本一塁へ送ります。送りバント、初球できっちりと決めました長谷高。ワンアウトランナー二塁三塁。ここは本田熊本の4回の表よりも大きなチャンス、三塁にランナーが進んで伊豆自動車が突き放すチャンスを迎えました。流れからすると、これを伊豆津がものにすると、相当こう今まで以上に、そうですね、これ伊豆津が3点目を取ることになりますと、今までの試合展開通りですね、はい、ここまで勝ち上がってきた、ゲーム内容と同じように一方的なゲームになる可能性がありますよね、はい、バッターボックスには山崎です。
内野は前進しています。初球打ってきました。ファーストの横のファールフライ、スタンドです。村野が追っていきましたがファールになりました。先ほど、まあ、気のないスイングで三振をしているだけにですね、この打席に向かう気持ちっていうのは、はい、相当先ほどとは違う形で今迎えていると思いますね、はい、インコース。右バッターにはこうインコースのボールもあります。ピッチャーの奥本、下位打線は全部右、二塁三塁、内野の位置は若干の前進守備です。外で2エンド上がった。三塁横、追いつきそうな雰囲気で追っている、構えて取りました。サードの竹原が取ってツーアウトです。苦笑いを浮かべている三塁側の川崎監督です。変化球にタイミングが合わせに行きましたが、サードのファールフライ、これでツーアウト。バッターボックスには川野、よく投げているピッチャーの奥本、三塁と二塁にランナーがいます。初球止めてバッターです。ここを守り切ると大きいですよね、鈴のバッターの方にもなかなか次の点が取れないなっていうような雰囲気にも出てきますね。まあ、今の山崎君、1打席目三振と、はい、2打席目、まあ、期待をベンチはしたんだと思うんですけれども、ちょっとタイミングが合ってないですね、はい、このまあ打順的にうまく巡り合わせがですね、奥本君、その本田の方ですね、はい、今この1点を取られるか取られないか、はい、瀬戸際のところでですね、うまく抑えましたよね、はい、そしてこの川野もツーナッシングとピッチャーの奥本を追い込みました。ここから慎重にいかなきゃいけないカウントです。3球目ファウルです。ちょっと中に入ってきました。甘いですね、まあ、ホッとしないようにですね、ここは慎重に冷静になるべきですね、はい、まあ、一塁が空いてますから、ツーナッシングとはいえ、はい、次のバッターを含めて二人でワンアウトを取る気持ちでですね、はい、しっかり守ってもらいたいですね、はい、三塁と二塁にランナーがいます。鈴が畳みかけるか。4回の裏、バッターボックスは川野。4球目を振らせて三振。ここも奥本が踏みとどまりました。鈴自動車も最後のツーランホームランの後なかなか点が取れません。我慢比べの様相になってきました。決勝戦4回を終わりました。2対0で伊豆自動車がリードしています。ゲームはこれから5回の表、大津町代表本田熊本の攻撃に入ります。矢野さん、はい、一塁側ですね、はい、宮原さんどうぞ。一塁側です。2点は先制されてしまったんですが、これからが本田熊本の野球ですとスタンドの皆さんも張り切っています、はい、ここで試合前の山本監督の談話をご紹介したいと思います。うちは打線もいいんだけれども木製バットになってなかなか点が取れないんだと、
まあ五島草の石あたりはコンディションもいいし、このあたりでどうか点を取って引っ張っていってほしいと話していました。はい、そして昨日ラインギリギリの逆転打を放ちました竹ヶ原選手にもお話を伺いましたところ、あまり力まず最後の試合なので心からプレーを楽しみたいんだと、でとにかくここまで勝ち上がれたのが夢のようだと話していました。はい、まあ、スタンドの皆さんもぜひこの後も逆転打を放ってほしいと祈るような思いでスタンドを見つめています。はい、こちらからは以上です。はい、一塁側から宮原さんの応援席レポート、本田熊本の山本監督の話と、それから昨日の主君打を放った竹ヶ原選手の話伝えてくれましたが、この回はその竹ヶ原に回ります。その前の稲本キャプテン、ボールカウント2エンド1になりました。2対0のまま回が5回に入ってきています。監督からも1、3、5、後藤、草野、石、この1番、3番、5番というところでの得点を期待しているというコメントが入りましたが、稲本の打球はファーストゴロ、ベースを踏んでワンアウト。打線としてはその間誰かがつながないとなかなか点にならないですね。そうですね、2番、4番ですか、はい、ここへ1本入ると打線がすっとつながるんですけど、ね、このその辺が難しいですよね。はい、まあ、でもまだ2点差というところで、まあ、勝ち進んでるだけに、はい、本当は3人を並べたいんでしょうけど、あまり勝ってる時にですね、はい、打順をいじると、余計なですね、はい、気持ちにさせてしまいますので、このままで来たんだと思いますけど、はい、決勝戦を楽しみたいという竹原がセンター前のヒットを放ちました。これで5本目、毎回安打です。鋭いバッティングを見せました竹ヶ原。ワンアウトランナーが一塁、打順9番の高井というところです。ピッチャーの酒井は4回まで52球という球数、60球を超えてくるあたりです。十分にもう三塁側では次のピッチャーオール神奈川の投手陣が投球練習万全の体制を整えています。さあ9番の高井、まあ、目標の5回が出たんですけれども、はい、まあ、50球を超えてですね、まだ気持ちがですね、気持ちよくマウンドで投げている状態ですね。そのブルペンがですね、活気づくことはないと思いますけれども、一方その下位打線がですね、この後藤君、草野君にですね、うまく回していきたい、この回というのが一つ山になるかも分かりませんね。そうですね、2エンド1です。一塁側大津町代表の本田熊本、町の代表の優勝というのはこれまで調べますと大昭和製紙北海道白老町で優勝をしておりますが、それに続いて2チーム目ということになるかという本田熊本です。一塁側、本当に今日は対照的なチームの対戦になりました。そして業種から言うと本田熊本も伊豆自動車もともに自動車モーター部門の、そういう会社です。同業と言ってもいいでしょう。そういう決勝戦、2対0でゲームは5回の表、ルーキーのこの酒井がここまで毎回安打を許しながら得点を許していません。まだ三塁までランナーが行っていない本田熊本です。バッター9番の高井は日産自動車九州からの補強選手、14年目。
外結局振りました。一つ前にピクッとこう体動いてですね、思いとどまったんですが、はい、キャッチャーは同じような球を要求してきました。三振はこれが3つ目。ツーアウトランナーが一塁で1番の後藤です。当たっているバッターの一人です。あのスライダーが今効果的に決まってますね、はい、今度は左バッター 1,2 打席ともに初球手を出しています。最初の打席は初球ファール、2球ボールの後ライト前ヒット、2打席目は初球を打ってショートフライ。1番の後藤、ここはボールから来ました。もちろんあのストライクゾーンに来たら、初球から打つという気持ちでですね、あの打席に立つこと、はい、これが一番あの積極的で、結果がいい結果が出る、はい、バッティングだと思います、その通りにですね、はい、あの耐久主義にならないで、積極的に振れるっていうのは、はい、自分の形ができてるんだと思いますね、この球は今はボールの判定です。ノーツー、ピッチャーは振ったんではないかというふうに言ってるんですが、あの手を出したという、ああ手を出した、はい、アピールだと思うんですけど、ああ、はい、当たってはいないということでピッチャーがそういうふうに逆に言い返したというところでしょう。ノーツー、3球目、3つ外れました。今みたいに外れるっていうのはあんまりなかったですね、今までね。そうですね、まあ、ただあのまだ投げ込んでますから、はい、体力がだいぶ消耗したわけでもなく、攻めた投球だと思いますね、はい、ノースリーです。このカウントは初めて、真ん中ノースリーから打ってきた、その打球が上がってショートの守備範囲、追いつきました。後藤の積極性、しかしピッチャーの酒井がこれを封じ込めています。5回の表終わりました。2対0でいすゞ自動車がリードしています。6回の裏のいすゞ自動車の攻撃を迎えますが、ピッチャーが変わりました。マウンド上は2番手平野、昨日の準決勝戦で好投しました松下電器を相手に6回3分の1打者26人に対してヒット4本、三振を2桁の10個を奪いました、これまでに2試合投げておりますので合わせて8回3分の2 1.04 という防御率、打たれたヒット5本、三振13、四死球5つという、左のこの平野をここでマウンドに送りました。いすゞ自動車の打順が9番の松本からというところです。矢野さん、はい、三塁側ですね、中谷さんどうぞ。はい、そうです、もう2点先制しまして華麗なプレーも飛び出しまして、本当に負ける気がしない三塁側なんですけれどもね、はい、先発もみんな出したくて悩んでるんだなんて昨日監督はおっしゃっていたんですが、やはり眠れなかったそうなんですね。でも試合前に話してくれました、人としての選手を一人一人尊敬していると、でそのみんながのびのび楽しくプレーしてくれることが嬉しいし、その結果が勝利につながって非常に感謝していると、はい、もちろん僕たちは優勝するためにやってきたし、今まではあくまでもそのステップで、今日がその結果、目標を達成できる日なんだと、で、まあ、そういう日に自分たちらしいプレーをしてほしいなということを言っていましたね、はい、僕は見てるだけなんですがなんていうことなんですが、でその監督がですね、勝利の女神がマスコットの前田純子さんなんですよ。入社5年目なんですけれども、最初の2年間はチアガールもやっていて、まあ、とにかく野球部とずいぶん長くいたと、これからは寂しくなるんだけれども、あれ今年を見ててね、こんなに鈴って強かったっけと思うほどチームが一丸となってるそうなんですね、で、あの予選の時はドキドキしてたけど、ドームに来てからはもう負ける気がしないと、優勝するなという信念、もう確信があるそうです。三塁側も今ね、誰しもが今そういう信念を持ってますよ、はい、ここからも快進撃期待してください。はい、という三塁側からは中谷さんのレポート。優勝を目指して戦って、その思い通りにここまで勝ち上がってくる、なかなかそれですらできないことですけどね、そうですね、
や見事な戦いぶりでここまで勝ち上がってきました。まあ、圧勝と言っていいぐらいのゲームもあったここまでの五十鈴、本当にそういう意味では強い試合を戦ってきました。今日のゲームは1回に2点を先制しましたが、その後は本田熊本の粘りにも合っています。追加点がなかなか奪えません。この回はピッチャーが変わりました。バッターボックス松本、ボールカウント1エンド1。本当にでも我慢比べの中盤ですけど、うん、そうですね、まあ、失うものは何もないという、はあはあ、その藤沢市ですね、まあ、昨年は河合楽器ですね、東海地区が優勝しましたけれども、はい、その過去3年、河合楽器の以前の過去3年は神奈川勢が3年連続優勝しておりますし、はい、悔しい思いを今までずっとですね、してきた思いがですね、全てこの大会に出てますよね、はい、いい球を投げましたピッチャーは平野、ワンアウト三振です。もともとはこの五十鈴自動車は川崎にチームができて、まあ、川崎勢としては当時できた当時は川崎コロンビアという非常に強いチームがあって、そこに名乗りを上げてから川崎 の、 その日本コロンビアとトキコとこの五十鈴自動車と三つどもえの争いが続いて、なかなかあのチームができてもその初出場は早かったんですけれども出られなかった。でその後は東芝が出てきたり日本鋼管が出てきたり三菱自動車川崎が出てきたりということで、これもなかなか出られない状況が続いて、まあ、悔しい思いを何年もしてきた、その皮肉にも、はい、キューブをつけられたその年にですね、戦力を充実させて、はい、で優勝を狙って優勝戦までやってくる、全ての思いがですね、はい、観客とチーム全体に、はい、監督さんがおっしゃってました、ただ見てるだけだと、うん、選手がですね、十二分にもうこれ全て分かってる、はい、結果で、狙ってここまで来れるっていうのは、はい、よっぽど力がついてきたそうですね、 ですね、まあ、言ってみれば去年の河合楽器もなかなかあの日本楽器の陰に隠れて優勝できなかったチームが優勝したわけですが、そういう今年もドラマがあります都市対抗。1番バッターの中村が左対左センター前にヒットを飛ばして、バッターは2番の佐々木。5回の裏の五十鈴自動車の攻撃です。チームは元は川崎、そして83年からこの藤沢市に移りました。藤沢市に移ってからむしろ、常連というような感じ、都市対抗の本大会常連というような存在になってきた五十鈴自動車です。93年にベスト4があります。初めての決勝進出、長い歴史、今年キューブが決まっている五十鈴自動車。5回の裏の攻撃がランナーワンアウト二塁、ワンアウト一塁というチャンスの目をつかみかけています。創部57年目になります。昨日も投げているマウンド上のピッチャーは平野、非常に短い間隔でこれが3試合目ということになっています。連投、高めのボールライト前にしぶとく落としました。ファーストランナー二塁から三塁へ、中継のボールはそのままスルーで三塁行って、これはアウト。タイミングどうかなというところだったんですが、後藤の好返球。いや、あのタイミングで言うと走ってるランナーからすればまさかっていう感じでしょうね。うん、そうですね、まあ、背中からボールが来るんですけれども、今サードがうまくですね、球が来ないような素振りをしてですね、うまくジェスチャーを取りましたね。サードは竹ヶ原、
もうここじゃないというところですね。そうですね、まあ、タイミングはセーフですけれども、若干の隙があったのかですね、うん、足が一瞬届く前に肩の方にタッチに行ったというそうですね、はい、これもファインプレー、ツーアウト一塁、バッターボックスには3番の藤沢が入っています。いやもう完全に一三塁だなというふうな雰囲気になったところですからね。そうですね、もう迷わず中村君も三塁に向かって走りましたし、好返球でしたね。ツーアウト一塁、まだしかし平野は気を抜けません。これ左対策で出してきた平野ですけど、左の中村佐々木にヒットを打たれてるんですね。まあ、得てしてですね、左対左、はい、ピッチャーの方がですね、はい、左バッターを苦手とするところが多々あるんですけど、まあ今のは結果的に、はい、今左バッターに2人に、しかも打たれたんですけど、はい、神奈川のチームは元来が左のピッチャーがいいのがいるチームが揃ってますんで、そうですね、美鈴の打線としてはそれを叩かないと出られないわけですからね、はい、そうですね、まあ、十二分に左対策って言いますから、はい、練習は積んできてるんですね、はい、1-3ですから、こう今までのチームに通用していたように左左で果たしていけるのかどうかというところが、そうですね、はい、まあ、今両チームとも一塁ベース二塁ベースまでは行くんですけど、三塁ベースまでもちょっと遠くなって、ホームプレートまでさらに遠くなってですね、今ちょうど流れがさまよっている状態で、はい、この1点というのはなかなかお互いにですね、はい、取れない、まあ、これをずっと耐えて今まで来た本田とですね、はいはい、いとも簡単に点が取れてた、はい、藤沢氏、はい、これはちょっとしたゲームの流れのですね、いたずらなのかもしれませんね。まあ、本当に都市対抗野球をもうどっちのファンということじゃなくて、冷静に長年見ている人からすればどっちにも勝たせたいってい こうストーリーのあるチームですからね。本田熊本もオール九州の選手が揃っています。ベテラン勢を輩しての今年の出場、一方の伊豆自動車は今年が最後の都市対抗。三振に取りました。右バッターからは三振を取るピッチャーの平野。この回は後藤の好返球などもありまして、伊豆自動車の追加点を阻みました。まだまだ我慢比べが続きます。5回を終わりました。2対0で伊豆自動車がリードしています。第73回の都市対抗野球大会決勝戦、熊本大津町の本田熊本と神奈川藤沢市の伊豆自動車、5回まで終わって2対0、伊豆自動車が2点をリードしています。試合はこれから6回の表、まだこのゲームは西郷のツーランホームランの2点だけ。バッターボックスには途中守備出場の日名子が入りました。打線の方がオール九州という雰囲気の本田熊本、一方の藤沢市伊豆自動車の方はピッチャーの方がオール神奈川というこういう布陣です。そのオール神奈川の投手力を要する伊豆自動車ですが、マウンド上のピッチャーの酒井は伊豆自動車の新人、5回まで毎回ヒットを打たれながら0点に抑えています。6回の表、次のボールが70球目。さあ1、3、5というのはいい雰囲気を持っている本田熊本ですが、2番、4番途中から入っている日名子が出ると面白くなるんですね。そうですね、まあ、先頭で出たいところですよね、はい、バッターボックスの日名子は大分ハーキュリーズ、以前の新日鉄大分を母体としたチームですが、今年が2年目、愛知学院大学の出身ですが、高校は大分高校ということですので、これも九州の選手です。 2-3 キャッチャーは松本、
先頭が出るか出ないか。フォアボールはまだありません。マウンド上のピッチャーの酒井。低めはストライク。三振に倒れました。ひなご、この低めのコントロールももう絶妙なところですね。そうですね、まあ、ちょっとボール気味の球だったんですけども、キャッチャーの松本君もうまくすくい上げましたね、はいはい、今酒井73球、三振4つ目を奪いました。バッターボックスには草野、142キロが出ます。センターへ。先ほどはセンターオーバーのツーベースがありましたが、今度はセンターのほぼ正面、源が取って、センターの佐々木が取ってツーアウトになりました。当たりは悪くないんですけどね、はい、やはりあの当たってるバッター、前のランナー出てれば、はい、抜けてたかもしれませんし、打順の巡り合わせというのは、はい、今ちょっと悪いです ね、 そうですね。後藤と草野がつながるような格好にならないとね。そうですね、あるいはまた草野と石井。そうですね、まあ、絶好 の、 その草野君が二塁で打った全打席、はい、あそこがその1点を取る絶好のチャンスだったんですけど、はい、そこで石井と今村を連続三振取ったピッチャーの酒井です。今のところ三塁側の先ほど東芝、投球練習を行っていた須田と千葉、キャッチボールしていません。振らせました。今この回が、ピッチャーにとって一番苦しいところなんですけど、先ほどのアウトコースいっぱいですね、三振を取った球、はい、今の球ですね、ボールに近いボールかストライクか微妙なところをですね、バッターが今振ってくれるとワンスリーになるカウントとツーツーになるカウント、これ非常に大きな1球だったんですね、先ほどもそのピッチャーゴロを打った難しい球に手を出している、多少その浦野君もですね焦りというものがあるんじゃないかと思いますね。そろそろそういうイニングになってきています。これはファウルです。ファーストの西郷が追いかけていきました。一人出ればこの後の石井、雰囲気を持っている選手に回ります。今日はここまで5安打。少し伸び上がった。今度は先ほどよりも手前に落ちてきそうだ。西郷が追いかけていって取りました。あ、いや、これはファールです。取れませんでした。ボールはその向こうに落ちていました。ファールボールです。2エンド2変わりません。あ、ボール落ちてました。2エンド2、今度が8球目です。まだでも浦野選手は自分のバッティングって感じはないですね。そうですね、自分のバットで九州から、はい、東京へ連れてきたという気持ちからしてみれば、この3試合ですね、はい、まだ自分のバットで勝利を決めたという打球がないだけに、何か決勝にいる自分というものに歯がゆさ、悔しさというものがあるんじゃないでしょうかね、はい、外、三振。変化球でした。三者凡退、毎回ヒットが続いていたここまでの
本田熊本ですが、6回の表初めての三者凡退は両チームを通じても初めての3人での攻撃終了です。6回の表終わって依然として伊豆自動車がリードしています。ゲームは6回の裏、伊豆自動車の攻撃、藤沢市の代表です。西郷から始まるという高打順になります。西郷、佐伯、そして長谷高、そろそろ追加点を奪って、そしてもう逃げ込みを図りたいという伊豆自動車。西郷は今日は2打数2安打、ホームランとヒット。カウントは2ナッシングになりました。この前の回からマウンドに上がったピッチャー、左の平野は九州三菱自動車からの補強選手。ここは補強の三菱勢同士の対戦ということになっています。高いバウンドはセカンド、一塁送りました。平野が最後を抑えました。ワンアウト。5番指名打者佐伯。先頭バッターを取りました。なかなか伊鈴も次の点が取れませんね、うん、そうですね、ランナーは出るんですけども、はい、それを進めること、そして返すこと、ちょっとちぐはぐな攻撃になってますね、はいはい、バッターは佐伯。そうするとなおさらあの、最後に投げた1球というのが手元を悔やまれるところですが、2番手の平野がその後を受けて、これも我慢のピッチングです。振らせました。ボールカウント1、2。三塁側の伊豆自動車の応援席、この伊豆のマークが見られるのも今年が最後になります。この神奈川勢というのはこのところの大会準優勝というのはしばらくありません。ということは決勝戦まで勝ち上がったチームは狙った獲物を逃さない、必ず優勝しているというのが1988年の59回大会の東芝以来続いています。その前の年に東芝は決勝戦まで行きましたが浜松のヤマハに敗れました。その1988年、昭和63年の大会というのは東京ドームになった最初の年ということですから、東京ドームになってからは神奈川のチームは決勝まで勝ち上がれば必ず優勝しているという、こういうことになります。ピッチャーゴロ、アンダーハンドトス、一塁へ、ツーアウトになりました。もう今大会も神奈川勢では東芝と日赤、新日本石油が予選で敗れるという、まあこの両チームが出ないとしたいことというのは珍しいと思うんですけど ね、 そうですね、まあ、常連ですよね、この2チーム、まあ、特に東芝、強豪東芝はですね、3年続けて出てないということですから、当然その補強選手として、活躍したりですね、まあ、その強豪チームが出ない代わりに違うユニフォームに着替えてですね、まあ、素晴らしい活躍をしている、まあ、オール神奈川のチームですね、出来上がる状況は今ずっと3年続いてますよね、まあ、ですから逆にその出た神奈川のチームには期待がかかって、左中間へ長谷高、今日2本目、一塁を回ります。でも非常に厳しい考え方を持った OB の方々がもうそれぞれのチームの試合をネット裏で真剣な表情で見てますから、ちょっとでも気抜いたら大変なことになります。そうですね、まあ、そのプレッシャーの中、はい、活躍できるんですから、まあ、素晴らしい選手たちですよね、はい、さあその神奈川の中で揉まれてきたベテランの長谷高が今日のこの決勝戦、12年目のシーズン2本のヒットを打ってツーアウトランナー2塁、バッターボックスには山崎が入ります。
今日はこの山崎に回ってきますね、こういうところでね。そうですね、まあ、これも巡り合わせだと思うんですけど、はい、特に今日は先発の奥本君にはタイミングが合ってませんでしたけど、はいはい、果たしてこの平野君に対してですね、タイミングがまたいい形でバッティングができるかどうかですよね、はい。ツーアウトランナー二塁です。ここでの追加点は終盤です。これから先3イニングス大きな1点に結びついていきます。ピッチャーの平野、まあ、初回に西郷君のホームランが出た時には、まあ、これは石津自動車の、はい、藤沢市の勢いは止まらないなと、またその2回も長谷高君がですね、はい、センター前ヒット、ここまではですね、石津自動車のペースだったんですけど、そうですね、まあ、今のところですね、はい、どちらかというとゲームを大津町の方が進めている状況ですし、ここまたその流れがですね、はい、どう引き寄せるのか、お互いにその引っ張り合いの状態ですね。そうですね、これがこう長く続いているという6回の裏。ファールです。ボールカウント2エンド1。今年が6年目のバッターの山崎、天理高校で甲子園も経験しています。専修大学の出身。ベテランの長谷高を置いています。6回の裏の宇都自動車の攻撃、長谷高のヒットでチームとしては7本目になりました。ここは慎重に行きます。2エンド2、連投の平野、キャッチャーは高井、補強選手同士のバッテリーです。ここはインサイドのストレートをですね、上げたいところですよね。キャッチャー打ちに寄った、そのストレート空振り三振。連投になってますが、平野選手投手のコントロール、あの勢いもいいですね。うん、そうですね、はい、先ほどのアウトコースで投げた球を、キャッチャーのですね、はい、高井君がですね、はい、山崎君のステップの足をずっと見てましたね。はあはあ、これ踏み込んできているというその体重移動をですね、うん、うまく今最後のインサイドの球、はい、バッティングを苦しくさせるような配球をですね、はあはあ、うまくリードしましたね、はい。見事な平野のピッチング、右バッターからはうまくこうインコースを攻めて三振を取っています。うん、6回まで終わりました。依然として2対0で、伊勢自動車がリードという、これからラッキーセブン7回の表、大津町本田熊本の攻撃。では応援席レポートに参りましょう。宮原さんです、お願いします。はい、一塁側です。もう反撃ムード一色で盛り上がっています。こちらの応援席です、はい、こちらには施設応援団の皆さんに集まっていただきました。こんにちは。代表して西本さんと松永さんにお話を伺います。施設応援団は何年目なんでしょうか。平成5年ですから、もう約14年になりますね、はい。もう派手な発表を着ていらっしゃいますけれども、今日はこの日のために新調したと伺ったんですが。そうですね、ちょっと後ろ振り向いてみてください。見てください、ここに本田熊本とマークが入っています。これはどういうことでお作りになったんですか。まず地元に目立つこと、本田熊本が郷土愛ということで、まずそこが一番大事ではないかなということです。そしてこのマークは彩りが良くて、町の調子調のマークが入ってますし、辻の超過も入ってます。辻の穴をいかに PR するか、大津町兄弟をどういうふうにしたらいいかというのが、本田熊本によって大津町が脚光を浴びるのではないかということです、はい。さあ、ここまで、まあ、2点先制されていますけれども、逆転のチャンスはまだまだありますよね。ありますね。もう今年の本田は
後半に強いからですね、必ず逆転してくれます。ペッサンオエダの皆さんなんですが、最後にグランドの皆さんに大きな声でエールを送ってもらえますか。フレーフレー浦野稲本本田熊本いいぞ。まだまだ反撃のチャンスを待っています。一塁側からでした。はい、さあ石井が上げたライトへ上がった打球はフェンスいっぱい追いついた。その今一塁側応援レポートが入りましたが、そのスタンドからおーというどよめきが上がったんですが、石井の打球、その大きな打球だったんですが、もう一つ伸びきれませんでした。ライトフライ、ワンアウトです。まだまだチャンスはこれからが、プレッシャーが椅子にもかかってくるところで、この2点差だったらわからないというところなんですが、それにしても大竹さん、酒井投手がよく投げてますね。そうですね、まあ、1球ずつの積み重ねですね、これがここまで来たんですけれども、まあ、特にその140キロを超える球をビシビシ投げるわけでもなく、アウトコースに今スライダーがですね、効果よくですね、決まっておりますので、これをうまくそのキャッチャーのですね、松本君が引き出してますよね、思い切って投げる球は思い切って投げて、で慎重に行く130キロ後半でコースを狙う球も丹念に投げてます。そうですね、まあ、これはベンチ、並びにブルペンからですね、相当そのとにかく行けるところまで行けと、周りが盛り上げてやってるんじゃないかと思いますね。でもオール神奈川のピッチャー、大先輩の、千葉、須田、こういったピッチャーと一緒にチームの中でやれるっていうのは、そういうところから得るものっていうのも大きいでしょうね。そうですね、特にこの決勝まで進むこと、まあ、今まではその監督さんも勝つことに必死になってですね、強豪神奈川の代表になること、これを一つ目標にやったんでしょうけども、その中でも、こうやって一個ずつ勝っていきますと、今までは十分な選手じゃない選手までも立派に見えてきてですね、まあ、本当に褒めてやりたい気持ちは山々なんだけれども、必死に耐えながらですね、やっぱり選手を称えてやっている状況というのが、この特に新人の酒井君ですね、今大きいと思いますね、まだ無四球です、92球。まあ、こういう大きな大会が選手を強くするっていうね。そうですね、この打球も詰まっています。セカンドフライ尻上がり、6回7回は3人ずつで抑えていますピッチャーの酒井。さあ徐々に伊豆自動車の初優勝の瞬間が近づいてきているような雰囲気もありますが、ただまだ追加点を取らないと予断は許しません。さあ今度は三塁側の伊豆自動車の応援席レポートです。中岩寺さん、お願いします。はい、もう本当に優勝が目の前に見えてきてるぞという三塁側なんですけれども、やはりこの選手の活躍というものも奥様あってこそですよね。今日は支えてこられた奥様陣に集まっていただきました。こんにちは。まずは監督の川崎優子さんです。ここまで2対0と先制してますけれども、いかがですか、ご覧になって。いや、もう本当にドキドキしてます。でもいい選手に支えられて、もうみんないい選手頑張ってくれてるんで、もうこのまま行ってしまう、優勝間違いなしだと思います。監督とは今日何か言葉交わされました？そうですね、電話でちょっと喋ったんですけれども、まあ、ベストを尽くすっていうことだったので期待してます。はい、もう頑張ってほしいですよね。そしてこちらは先制ホームランを放ちました、西郷さんの奥様美穂さんです。すごい見事なホームランでした。はい、打った瞬間に入ったと思いました。もうあれはいつものホームランですか？そうですね。いすずでのプレー何かおっしゃってます？特に野球のことはうちでは言いませんので。はい、で可愛いお子さんもいらして、将来は野球選手かなでしょうか。願いたいです。もう一本出てほしいですね。はい、頑張ってほしいですね。さあ、そしてこちらはですね、選手兼コーチであります長谷高さんです。奥様の、美穂さんですね、先ほどはファインプレーもありました。あ、ちょっと顔が。はい、今日は何かご主人と言葉交わされました？もうとにかく頑張ってと言っておきました。もう優勝は目の前ですよ。はい、頑張ってほしいです。では最後に奥様パワーでエールをお願いします。せーの、頑張れ。
この応援があってこそのみんなのプレーです。まだまだこれから点取っちゃいますよ。三塁側から以上です。はい、三塁側から中川さんの奥様レポートということになりましたが、それぞれの選手そして監督、まあ、社会人ならではというその家族も抱えながらというところで、それぞれ選手頑張ってるわけですが、まあ、そういうあのご家族の支えがないとなかなか野球にも集中できませんからね。まあ、仕事をし、野球を夜遅くまで続けるっていう、内助の功がですね、好きな野球をさせてくれる環境ですよね。これはもう、本当に1年を通じて、感謝したい、感謝 しなければならないということですよね。みんなさんその奥様方が明るいっていうところがいいですね。そうですね。さてゲームは7回の裏です。この回は川野から始まっています。いすゞ自動車あと1点はダメ押しになってきそうな終盤ですが、とにかく1回の西郷のツーランホームランのここまでまだ2点。アウト三塁側西郷です。打線の補強ということではこの西郷を4番に据えて、補強選手を4番に据えている伊豆自動車の打線。高めの球ショートバウンドうまくさばいて一塁へ。今日はエラー一つはありますが、本田熊本の守りも非常に固い守りです。久野の守備、先頭バッターを取りました。ワンアウト。難しい打球なんですけどもね、まあ、この人工芝の張り替えもあって、はい、まあ、特に内野手は守りやすくなったということをよく声にしますけども、今の打球ちょうどハーフバンドで、はい、前に出るか後ろに下がるか難しい打球だったと思うんですけど、うまくさばきましたね。はい、木のバットになってピッチャー有利でピッチャーのストライクを取りに行く姿勢、テンポの良さっていうのもその守りの良さにつながってるのかなと、ね、そうですね、まあ、テンポが一番大事なんですけども、今のところまだ左バッターに2本は打たれましたけれども、うまくですね、テンポよく投げてますから、内野手も非常に守りやすいんじゃないかと思いますね。本当にですから今年の都市対抗は野球が面白くなりました。その中での決勝戦です。いわば集大成のゲームですが、両チーム非常に気迫をこもった厳しいゲームを戦っています。9番の松本を平野が三振に取りました。松本はこの 平野に対して2三振。ピッチャーは平野、よく投げています。さあしかしこの後迎えるバッターの左バッターには先ほどヒットを打たれています。1番の中村、木のバットに代わってですね、1点を取る大切さ、はい、1点の取る取り方ですよね。これを、まあ、どの監督さんも強く1年を通して感じたんじゃないかと思いますし、まあ、今まで100本近い出てたホームランがですね、その27試合目にして、まだ30本、はい、まあ、一発のその大切さと一発の効果的なホームラン、試合を決定づけるホームラン、はい、その1本のホームランが試合の流れを大きく変えることもまた、学んだと思います。はい、1年を終えてですね、2年目に向けて、はい、細かい、さらに細かい野球とですね、もっと木のバットに対応するその練習をですね、はい、さらに来年に向けて、相当な課題を今持っているんじゃないかと思いますね。そうですね。三振、桃平野が見事な三振です。いすゞ自動車は初めての三者凡退です。ヒットは3回に出なかったイニングがありましたが、毎回ランナーは出していました。いすゞも三者凡退、我慢比べが続きます。7回を終わって2対0です。いすゞ自動車がリードしています。ゲームは8回です。決勝戦、先発7回までをよく投げました酒井がマウンドを降りました。専修大学出身、今年社会人1年目の酒井がマウンドを降りて、そして
先ほど投球練習もなんとかしていました須田、東芝から補強、今年が10年目という須田がマウンドに上がりました。こちらも専修大学の出身ですから後輩から先輩へのリレーということになります。今大会は1試合に投げてご覧のように3イニングスピシャリと抑えての須田、2試合目の登板ということになります。過去には優勝も経験しています東芝の須田がここでマウンドに上がりました。今日は新日鉄君津元監督の大竹敦則さんの解説でお送りしていますが、第70回大会の、須田投手は橋戸賞最優秀選手、もう満を持して送ってきました。そうですね、はい、まあ、今日須田君、もしくは千葉君の先発を予想したんですけど、まあ都市対抗の優勝を何度も経験しているピッチャーですし、若獅子賞、橋戸賞と賞、はい、をですね、総なめにしてきたベテランですよね、はい、まあ、ここはそのよく頑張った後輩に対してですね、なんとかその先輩の意地って言いますか、はい、あとは俺たちに任せろと言わんばかりの、リレーになっていくと思いますね、はい、バッターボックスは竹ヶ原、左対左ですがそのまま行きます。昨日の逆転打を打った選手でもありますし、今日も1本打っています。その、まあ、突きといいますか乗ってる選手の勢いに山本監督もかけたんでしょう。ここは代打は送りません。大きなカーブです。ツーナッシング、東芝、そして日赤、今の日本新日本石油、この両チームが出場できなかった大会というのは去年今年と2年続きました。それでも補強で当然神奈川のエースで必ずこの都市対抗には出てきています。ピッチャーの須田、うまく流してショートの横を破りました。レフト前ヒット、ノーアウトランナー一塁。いやまだ分かりません。竹ヶ原が左対左でありますがうまく流しました。これ見事なバッティングですね。そうですね、これはもう追い込まれてましたけども、はい、うまく流しましたね、ノーアウト一塁です。ヒットの数はこれで6本目。6回7回が三者凡退でしたが、久々しかもノーアウトのランナーが出ました。バッターボックスには高い2点差の8回ですが、今一瞬バントの構え、まずは1点からというところでしょうか。山本監督、三塁が前進してきます。川野前進、1球目はバント、ピッチャーの前、須田が取ります。一塁を送りました。セカンドがベースカバーに入りました。浅田か、ランナー二塁ワンアウト、2点差の8回で送りバント。そうですね、まあとにかく1点、その2点3点と、はい、追いつく追い越すというよりも、まず1点が欲しいという攻撃ですよね、はい、どうしてもこの1点にこだわってますね、これも大切なことだと思いますね、まあ、方針が守備一貫しているということですよね、はい、そして1番の後藤です。今日はヒット1本ですが積極的なバッティングが目立ちます。初球はボール、ここででも守ってる側からするとバントしてきてくれたっていうのはどうですか。バントの方が嫌だと思いますね。嫌ですか、はい、まあ、左バッターが流し打って、右バッターが送ってチャンスを作って左バッターと、はい、本来その全然セオリー通りではないんですけど、まあダブルプレーを取りたい配球じゃなく、ランナーはやっぱりスカーリングポジションに送られるっていうのは、どうも嫌なもんだと思います、ね、まあ、一方ではアウトを取りたいという、そのアウトを相手に与えるわけですから、多少の気持ちのですね、はい、余裕がピッチャーバッテリーには生まれてくるんですけれども、はい、ここでタイムリーヒットが出ますとですね、やっぱり攻撃のリズムっていうものが生まれてきますので、はいはい、そうですね、どっちを取っても嫌なもんだと思いますね。これはアウトコースいっぱいでワンツーです。だから本田が自分の野球をやって、もうそれに固くなにこだわって野球をやって1点取れば本田のペース、そうですね、
ここでタイムリーヒットが生まれることによって作戦が うまくそのズバリ的中していくと。そうですね、これがやっぱり攻撃のリズムになり変わりますので、はい、どうしても伊豆藤沢市の方は止めたいところですね、いやいや詰まった、ランナーは三塁へ、長谷田がさばいてツーアウト三塁、打球詰まりました後藤、ツーアウト、しかしランナーは三塁に進んでいます。初めてじゃないですか三塁に進んだのは、そうですね、はい、ここまでランナーは三塁を踏んでいません。初めてランナーが三塁に行った本田熊本、2番途中から入っている日名子、大分ハーキリーズからの補強選手、まだ今大会ヒットがありません。ベテランのバッターを数多く補強した中でこの大分ハーキリーズから補強をした日名子は2年目の選手、それだけ若さと勢いを小本監督が買っているはずです。ツーアウト三塁、ショート正面、スリーアウト、守った伊豆自動車、先輩を拍手で迎える酒井、須田がここは踏みとどまりました。ショート正面の当たり、藤沢がさばいています。8回の表まで終わって2対0です。伊豆自動車がリードしています。もうゲームは決勝戦最終盤です。8回の裏、リードしている伊豆自動車の攻撃です。2番から始まる高打順です。そして9回の表の本田熊本は3番からという打順になります。2対0、西郷のツーランホームランでリードしている伊豆自動車、ダメ押し点を取れるか。2番の佐々木から、マウンド上のピッチャーの平野は2番手でマウンドに上がっています。追加点を許しません。1回に西郷がツーランホームランを打って、その後は点が取れないという伊豆自動車、本田熊本の投手陣も粘り強く投げています。そうですね、これ2試合連続2桁安打、で、ゴーダでですね、はい、準々準決と勝ち上がってきた、はい、この打線をこう抑え込むんですから、内容としましたら、はい、もう上出来の部類じゃないでしょうか ね、まあ、本田熊本は本当にその守りで勝ち上がってきたチームという、それをこの決勝戦でも生かしています。先頭バッターを三振に取りました。ワンアウト、バッターは藤沢。4番の西郷です。3番の藤沢は今日はまだヒットがありません。ツーランホームラン、決勝ホームランに果たしてその西郷のホームランがなるでしょうか。方も今お話にあった強打で勝ってきたチームではありますが、やっぱりその中で光るのがオール神奈川の投手陣というのがね、そうですね、ちゃんと抑えてるからこそ、はい、その相手に
やってんをこのチームにやっちゃうと苦しくなるっていうプレッシャーもあって、まあ、ピッチャーがしっかりして、初戦の友田君、新日本石油ですよね、がそのしっかり投げて、で強豪優勝候補の大阪ガスに勝ってですね、そこからっていうものはその2回戦、準々決勝、準決勝と、もうローテーションといいますか、ピッチャーのその順番通りにですね、ピッチャーが試合をしっかり作って、でその打線のですね、奮起をうまく促して、まあ、結果的には強打強打と、なりますけれども、やっぱり失点をしっかり抑えて、でそのバッテリーですね、バッテリーを中心とした守りですね、うまく絡まってますよね。今先制のツーランホームラン、西郷のツーランをご覧いただいていますが、とにかくこの2点だけです。今日の西郷、そのホームランを含めてもう1本ヒットがあります。4割1分2厘17打数で7安打ホームラン2本。もちろんこのままいけば決勝でのこのホームランということになれば、勝負を決めるホームランということになれば、この橋戸賞候補でもあります、バッターボックスの西郷。そうですね、まあ、首位打者、もですね、1本のヒットで、大きく変わりますし、1本ここでも打ちたいところだと思いますね。ファールです。2エンドワン。さあしかし本田熊本としてはこの上位打線を平野が抑えて3人で退けて9回につなぎたいところでしょう。三塁側の投球練習はピッチャーの須田、9回に備えます。オール神奈川対オール九州といった雰囲気の今日の決勝戦、本田熊本と五十鈴自動車、最終盤。際どいボールになりました。 2-3。 この西郷君ですけども、ここ一番の集中力っていうのは、これすごいものがありますよね。神奈川の主砲でもあります、西郷。 2-3。 上げてしまいました、ショートへのフライ。ショートは草野、掴んでスリーアウト。平野もよく投げました。さああとは9回です。2対0、いすゞ自動車2点のリードで9回の攻防です。1回の裏の西郷のツーランホームランの2点だけです。その後は両チームのピッチャーが我慢に我慢を重ねて2対0のまま、ヒットの数は7本と6本。ほとんどもあの西郷のあのホームランの1球だけですから、全く互角と言ってもいいぐらいの試合展開で、しかし2対0、いすゞ自動車リードで9回の表です。3番の草野から始まっています、本田熊本の攻撃。勝利の勢いに乗って決勝まで勝ち進んできました本田熊本。強豪神奈川のチームと決勝戦、互角に渡り合ってのゲームです。9回の表、差は2点。1点にこだわる野球を続けてきました山本監督、その1点が今日は取れない。レフトへ打ち上げました、手を上げた、しかしそれから下がった、余裕がある、追いつきました。レフトの山崎追いついてワンアウトになりました。先頭バッターを取ったところでタイムがかかってマウンドに、ここは変えるかもしれませんね。須田はこの左の
強打者草野を取ったところで交代。これね、左右左といきますから、ことによると細かく変えるかもしれませんね。いや、ここはですね、多分自分のチームで最後を飾りたいという、僕は気持ちがですね、本来その藤沢市いすゞ自動車のエースですね、馬場君をですね、ここで、胴上げ投手にさせてやりたいという、これはチームを挙げてのですね、同情じゃなくてですね、これはもうみんな分かってくれという、投手交代じゃないかと思います。なるほどね。出てきたのは11年目馬場です。マウンドに上がりました。市立柏高校出身29歳、11年間この伊勢自動車のエースナンバー18番を今つけていますが、中心選手として戦ってきました馬場。最後の都市対抗伊勢自動車、9回のワンアウトからこの馬場がマウンドに上がりました。この形で締めくくるんだということですね。まあ、そう、締めくくるという、まあ、いい言い方をすればですね、ですけど、まあ、去年の河合楽器は、まだ9分を告げられないまま、本来の姿で勝ってですね、その後に9分を告げられたと、今回の伊勢津の場合はですね、そうじゃなく、もう今年限りだぞと言われて、もうその必死にですね、なった、そのチームメイト、ここは頼む、補強選手のみんな分かってくれと、シャワーを上げてですね、ここはもうみんなが理解した、中での登板だと思いますし、みんな守ってる人間もですね、選手たちも、目頭をですね、抑えながらの一挙手一投足じゃないかと思いますね。この形を作りたかったというその集大成。9回ワンアウト、バッターボックスは浦野。馬場も1回戦の大阪合戦で友田の後を受けてリリーフ登板、最後を締めくくっています。上げた、出てくるのはセンター、取りました。さあ、あとアウト1つです。14年目の今、佐々木が2アウト目のボールを取りました。何か寂しい思いがしますね。これだけのチームが姿を消してしまいます。その最後の夏、優勝まであとアウト1つ。ベテランの石井、144キロが出ました。コールに三塁側のスタンドは変わりました。ここでも冷静さを失いません。ベテラン馬場とそして松本のバッテリー、本田も必死の応援です。一塁側、あと1球で終わるのか。ファウルです。石井も粘ります。
気持ちがどちらの選手に通じるか。マウンド上のピッチャーは馬場。これが最後のボールになるか。6球目詰まった。長谷高がさばく。最後の夏に見事に歴史を完結させました。いすゞ自動車最初で最後の黒字式獲得です。素晴らしいですね。ただこれだけ感動して、これだけ素晴らしいチームになったのに、本当はこう熱く燃えて、本当に心からお喜びを申し上げたいところ、はい、非常に辛くかわいそうでならないですね。それにしてもこれを目標にやってきて、それを成し遂げたというその精神力、集中力、これは見事です。